どうもコープスパーティーブラッドドライブ持田聡役の下野紘です。はい。ということで今、ゲームの収録がちょうど終わったところでございますけれども、お疲れ様でございます。あのー、なんて言うんでしょうか。とりあえず、一言言わせてください。すげえ疲れました。あのー、改めて思いましたけど、コープスパーティーってなんかこう、いろいろ持ってかれるんですね。 本当にあのー、まあなんだろう体力なのか精神力なのかはたまた何か別の要因なのかわからないんですけれどもあのー、妙にねこうぐったりしてるんですね <laughs>。いやー本当にあにびっくりしましたけれどもね。まあ今回あのー、天神小学校編最終章ということでございまして。 あのー、まあ一番最初の無印の時からですねえー、まあまたさらに先のお話に今回なってくるわけなんですけれどもいやー本当にねネタバレありだっていうことで言わせていただきますセリフは増えました一時期あすげえなんか俺普通すぎるな 普通っていうか、モブに近いなって思ったんですけど、すげえ喋ります。けど、最後やってみて思いました。主人公じゃねえなって。うん。あのー、なんだろう。主人公たちについてきてる一般人的な。なんかそんな感じでしたね。うん。 まあこれが実際こうゲームになったらどうなっていくのか分かりませんけれどもね、えー、その辺楽しみにしているのともしもまたね、あのー、次回あればね機会があれば本当出たいなと思ってるんですけど出番あんのかなわかんないですけどもねていうか次があんのかどうかもわかんないんですけど、あのー、ただ一つだけ言わせてくださいあのもう、あのー、このスタジオやめませんかちょっとね怖いんです本当に天神小学校 えもう終わるし天神小学校から離れましょうなんかすごい怖いんですちょっと収録の時もね少しノイズっていうかすごい音が鳴ってちょっとだいぶビビり今喋ってますけどだいぶビビってるんですあのー、ねその辺もご検討していただきつつ、えー、とりあえず皆さんはですねこちらのコープスパーティーブラッドドライブえー、ぜひともプレイして いいたただけたらなと思いますよろしくお願いします。あの、怖かったらみんなでやるっていう方向性でいろんな人に勧めてください。よろしくお願いします。じゃあ、またお会いできる日を楽しみに。下野宏でした。バイバイ。